皆さんこんにちは、むちゃと申します。シュシバクリスマスパレードが大惨敗ということでですね、いやこれは悲しい現実が待っていました。まあ動画にしようかどうかもねちょっと迷いましたけれども、いやただねやっぱレース前にあんだけ期待させといてね、ノータッチはちょっといかんでしょっていうことで、しっかりね反省していきたいかなと。まあまずはね本当にね平日お忙しいお時間ね見ていただいた方本当に応援ありがとうございました。いや実は私はですね気合い入れて初めてのね川崎競馬場に現地観戦っていうのをしてきました。いやーちょっとしたねもう小旅行くらいの距離と時間かかったんですけれども、いやーでもねなかなかいい競馬場で、いやまた行きたいなっていう風に思いましたね。結果はともかく、まあちょっとねそこら辺もなかなか面白かったのでご紹介していきたいかなと思うわけですけれども、まあ結果としてはですね、いやここまでの大敗はいやーなかなか来るものがありましたね。一着アンデスビエントから6秒差の9着ということでね、あんまりこの地方競馬の基準に詳しくないんですけど、タイムオーバーになっちゃうのではと心配になりましたけれども、まあ今のところね、そういった研究は出てないですね。まあもちろんね、初だとっていうことで、まあ一般的なね、目線としてはピンかパーになりやすいっていうところではありますけれども、まあ完全なるね、パーの方に、まあはっきりと出てしまったなっていう、まあ現実ではあるでしょうね。ただこれすごいのが、まあ優勝したね、アンデスビエントこそ、まあ JRA でしたけど、もうそこからね、8着、ミゾラフェリーチまで、地方馬が独占と。まあやはりね、これまでの地方交流って言えば、JRA 勢が上位独占するケースっていうのも目立てた印象ではありますけれども、まあやっぱりね、三冠競争ができたり、どんどん地方競馬の賞金が上がったりね、環境も良くなったりして、層が厚くなってるのを感じたところかなと。南関東の馬だけではなく、高知の馬もね、3着に入りましたんでね。まあ正直これまでの、その地元でのね、上位の馬であっても、なかなかね、こういう交流とかになってくると、どうしてもね、叶わないのかなっていう見方をしていたところではありましたけれども、いや、ちょっとね、考えを改める必要があるというか、まあ突然芝馬がね、挑戦して勝てる世界ではないんだなっていうのは、いや、痛いほど痛感いたしました。ここまでちょっと JRA 勢が下位に固まるっていうのもちょっとね珍しいですよね。まあただ勝ったアンデスビエントは本当相当強い勝ち方でね、先の明るい馬になっていきそう。まあやっぱドレフォンはダートにおいてはね、完全にリーディング級の能力ではあると思いますね。やっぱ700万とか600万っていう金額はね、確かに高いようにも思えるかもしれないですけど、まあでもヘニーヒューズ死に身に級って考えたら、そうとも言い切れないところではあって、もう完全に今年の中央ダートリーディングで言えばトップになりそうなんでね、もう2位のロードカナラとね、1億円弱の差がついております。まあ頭数もね、多いっていうところではあるんですけど、まあとはいえね、AI で言ってもかなり高いものがありますし、まあそして地方においてもこうやってね、重賞馬も出てきて、さらに言えば距離もね、2100メートルもこなすっていうことになってくれば、いや、これはもう完全なるダートのトップサイヤーの立場になってきてもおかしくないでしょう。まあさらに言えば、アンデスベントのお母さんはアンデスクイーン。まあもちろんね、重賞勝った馬ではあったんですけど、そんなに仕上がりの早い方ではなかったんでね、重賞勝ったのも5歳とかでしたから、まあちょっとこう、遅めの仕上がりにも思えるね、馬からトレフォンでね、3歳戦から重賞勝ち馬を出したっていうのは、まあその早熟性もね、やはり伝えてるところはあるんじゃないかなと。まあただこの相当アンデスクイーンは繁殖として成功すると思いますよ。ちょっとグリーンさんにね、入る魅力の一つになったんじゃないかなと。ナスのシビルースとこのお母さんがいるっていうだけで、相当先明るいですよ。まだアンデスビエントこれ初子の牝馬ですからね、もう一番不利な条件とも思える中で早速重賞馬を出したと。今後もねナダルプリソベルトつけられて、まあ、ダートね回の活躍馬を続々と出すことになってくるでしょう。これ牝系もね、あのアルマツコとかジオゴリフとかが出ている血統ではあるんですけど、ただ個人的に繁殖としてこれだけ成功するのも結構タートルボールもでかいんじゃないかなと思ってて、まあ賞馬としてはねそこまででしたけど、やっぱハーチとしてねこれ大当たりするパターンだと思ってて、今のところ16頭中8頭が勝ち上がるというね、勝ち馬率 50%。 しかも別にノーザンファームの馬だらけってわけでは全くなくですね、これだけのアベレージは、いや評価できるものはあるんじゃないかなって思いますね。まあ、やっぱり
商売としてね、以上にアーチとして謎の商売が大爆発するパターンはね、まあよくあるところですから、まあその絵の一頭としてね、ぜひちょっと注目していただければなと思った次第です。まあですからこれだけね、早期からだけではなく、今後もね、大いな成長が期待できる血統、ダートのね、牝馬路線、引っ張っていける一頭になってくるんじゃないかなと思います。で、まあ話をクリバさんにね、戻しますと、まあ正直ね、状態はめちゃめちゃ良かったと思うんですよね。もうその北三ブラック牝馬にあるあるのね、ちょっとこうレースを使っていく上で、どんどん精神状態が悪くなっていったりね、馬体重がどんどん減っていくっていうこともちょっと懸念しましたけれども、まあむしろね、クリッパさんは前回より全然今回の方が良くなっていたようには見えて、まあ馬体重もですね、462プラス8キロ、まあしっかりとね、マイナス体重から戻してきましたし、そしてね、精神状態的に言っても、もうそれこそ今までで一番よく見えるレベルだったんですけどね。まあ時々ね、ちょっとチャカつく感はありましたけど、まあそれもね、いい気合乗りでとどまっているというか、入れ込むっていうところまでは行ってなくですね、まあしっかりと歩けていたかなと。もう正直ですね、パドックでこの状況を見た時と、馬体重と照らし合わせた時のね、私の心境としては、あ、これはもう勝ったなと、100% 確信を持ってね、そう思ったわけですけれども、いやー、やっぱ負けなかったんですよね、ここからがね。まあゴール前でね、陣取って返し馬っていうのも見たんですけれども、まあ完全にね、素人目ではありますけど、なんか動き出しとかがね、あまりスムーズに見えなかったというか、なんかちょっとつっかえたような走りにね、まあ若干ですけど、まあ見えたところは今となってはあったかもしれません。まあでもね、言っても素人感覚ですし、まあ精神面は変わらずなんか落ち着いてるようには見えてたんでね、まあそんな問題はないでしょうっていうことでね、じっくりこう見守ってたわけですけれども、ただですね、もうその頃から石川騎手はちょっとこれ合わないんじゃないかっていうのを感じていたっていうコメントをね、まあされておりまして、でまあレースにおいても、まあ明らかにいつものようなね、こう息っぷりは見られず、促しても先行ね、2番手とか取ることはちょっと全くできずというね、感じで、まあそのまま上げるどころか位置をね、保つのも難しくなって、もう最後の3コーナーくらいから直線では完全に脱落ということですね。まあ別にこう砂をかぶったわけではなかったので、メンタル的にはね、そうダートが合わないとかっていうのは関係なかったと思うんですけど、やっぱもうそういう回収馬の段階から感じてたっていうことはね、ちょっと双方的に、ね、合わないところがあったのかなっていう結論にはね、まあなってくるのかなっていうふうに思います。ちょっとこう雨とか降ってね、固まって時計が速くなって芝っぽくなったらね、また違ったのかもしれないですけど、まあバリバリの両馬場で、まあパワーはね、まあ必要なところもあったのかなと。いやーでもね、いけると思ったんですけどね、まあレース前にもあれだけ熱く語っていたね、血統っていうのも、まああくまで確率論っていうところでね、確かに北三ブラック参加ダートこなす馬も出てますし、ボケもね、アメリカの活躍馬はいますけれども、まあ本馬はね、そちらに、まあ、出たわけではないと、6-4で4の方を取ったっていうね、まあそういうことなんじゃないかなと思っております。まあでもね、本当ナイストライだったと思いますよ。もう本当これだけはっきりしたっていうのはいいことであってですね、やっぱ今後に向けて迷いがなくなると思いますんでね、こう使う側の方としても、ずっとねダート適性あるんじゃないかって思いながら、なんかこう迷いながらね、芝路線を使って、まあ、5弱とかに敗れた時にコンマ使っていくのがいいのか、まあ、思い切ってダート使った方がいいのかってなった時にね、もう一回使ってあれだけの着順だったんだから、ここはやっぱ芝で行くべきだろうっていう判断になると思いますし、まあ、出資者側としてもね、やっぱりどうしてもダート使ってほしいっていう意見はもうどの馬に関してもね、やっぱ幻想を抱いてしまいますから、一発あるんじゃないかっていうね。やっぱりもうこうやって事実としてね、これだけ破れたらもう何もやっぱり言えないですからね、もう芝の路線を歩むのみ、あってもまあ距離をねちょっと短くするとか、そのぐらいに専念することができるでしょうから、まあそれが分かったっていうのがね、いや、 やっぱり大きな、いい今後に向けてのね、糧になったんじゃないかなと捉えております。まあただちょっと申し訳なかったなって思うのは、やっぱりもうダート適性がね、めちゃめちゃはっきりしてる馬の枠をね、ちょっと一枠こう使わせていただいたっていうところですよね。例えばアンデスビエントと戦って勝っているようなね、帝王ルビーっていう馬なんかもいたんですけど、実は本馬はその選定の段階でね、まあどういう理由なのかちょっとわからないところであるんですけども、まあクリパさんの方が優先順位としては上だったということでね、まあ
ファントオークスには出ずに、まあ、投手の条件性にもあったっていうところもあると思うんですよね。まあ、他にもやっぱりダートで歩んできた馬たちが登録した中での芝をね歩んできたクリパさんや、まあ、イゾラフェリーチもやっぱ一生クラスはそうでしたからね、参戦っていうのは、まあ、やっぱこの結果を切るとねちょっと申し訳ない部分もあったのかなっていうのはねやっぱりあるところで、まあこれはちょっと難しい問題ですよね。日本ダービーにおいてもやっぱり毎年ダートで賞金を重ねた馬がね出走するかしないかっていう時にかなりの論争が起こりますからね、まあ、やっぱりどうしてもねその路線で実績を重ねてきた馬陣営さんにとってはまあなかなかね複雑な心境になるところはあったのかなと。まあですからこういったねその枠に入れなかった私の分までねなんとかまあこれならしょうがないかと思ってもらえるね走りを見せたいっていうところではあったんですけどもね、いやちょっとここはなかなか甘い話ではありませんでした。まあその分ねこの後は芝路線にね専念してガツンとね大きな仕事をやってくれることを期待したいですし、まあ本当精神状態身体面成長ね私が実際に見ても感じられましたし、まあ、加藤先生もねそういう風におっしゃってくれましたので、いやまだまだねこれから懲りずに応援していきたいなと思っております。皆様もよろしければね本間の存在を忘れずにいていただければと、本当可愛い馬なんでね。でまあ最後にその川崎競馬場のね私の感想を話させていただきますと、まあ最初にも言いましたけど、いやめちゃめちゃいい競馬場だと思いましたね。まあ正直言ってねやっぱりこうどうしてもこう田舎者からするとね川崎競馬場やっぱ川崎っていうイメージがやっぱこう強いというかね、まあちょっと怖いっていうねまあイメージもあったんですよね。まあしかも夜っていうこともありましたし、どういった客層になってるのかなっていうふうに思ってたんですけど、いやーでもめちゃめちゃもう健全な場所でしたね。やっぱこう大井競馬場とか船橋競馬場は行ったことあるんですけど、やっぱこう地方競馬場はこう本当地方に馴染んでるというかね、そういった印象を受けますね。中央競馬ってやっぱりこう競馬場のためだけにある土地というか、なんかこうディズニーランド方式の夢の国じゃないですけど、あんまりこう周りに街が見えないっていうかね、まあ、でかいっていうところもあるんですけど、やっぱそういった印象があるんですよね。あんまこう街中っていう感を感じないというか、ただやっぱりここはですね、もうバリバリもうこうやってマンション群がね立ち並ぶ街中にありまして、結構船橋競馬場とかもやっぱりこんな感じですもんね。やっぱ夜になるとこうどんどんそういう夜の中のライトアップみたいな感じになってきてね、いい感じの雰囲気になってくる。で内馬場っていうんですかね、そのダートコースの内側にね芝生のスペースがあるんですけど、もうそこは完全なる公園みたいになっていて、もうめちゃめちゃ遊具とかもあって子供たちも遊んでましたね。もうめちゃめちゃ広くて芝生に寝転がることとかもできてね、いやめちゃめちゃまったりできましたね。でこの内馬場から見たスタンドがこれまた綺麗でね、こんな感じなんですよ。いやーなんかいいですよね。中央橋だとここまで夜になってるのにライトアップっていうのも引退式とかぐらいでしかなかなか見られないじゃないですか。なんか印象としては行ったことないですけど、香港のシャティン競馬場とかね、ドバイみたいな、そんな印象でしたね。こうやってライトアップされて、でかいマンション群がね、たくさんあって、近代的なね、感じはなんかむしろ地方競馬の方があるような気がしましたね。地方はやっぱ、ほんと競馬場のみっていう感じで、ディズニーランドの非日常感がすごいんですよね。それしかやっぱ見えない作りにしてあるのかわかんないですけれども、こんな感じでね。いやー、なかなかいいところでしたね。で、コースはですね、もうこれは明らかに地上に比べて幅が狭いですね。もう馬がほんと目の前を駆け抜けていくっていう感じで迫力がありました。特に中央だと、もう東京競馬場なんてめちゃめちゃでかいですからね。A コースとかだと41メーターとかマックスであるみたいで、いや、遠いなっていう感じしましたけど、川崎競馬場は25メーターみたいですね。で、ダートコースしかないですから、千葉コースとかも挟まないですしね。いや、本当なんていうんですかね、ゲームセンターにある、なんかちっちゃいコマが走るようなね、ゲームあると思うんですけど、本当それを彷彿とさせるような感じでしたね。めちゃめちゃ身近に感じられます。砂質に関しては、最近話題の、大井とか門別で導入されている、オーストラリア産の白い砂は、川崎競馬場には導入されていないようですね。まあ、あんまりそっちをじっくりと見たことないんで、違いがあんま分かんなかったですけど、まあ、とりあえず、砂でしたね。で、最後にね、いや、ちょっと感動したのが、ご飯ですね。まあ、いろんな出店あったと思うんですけど、私はもう入ってすぐにあった、なんか名物って書かれてあった、タンメンをね、立ち食いで食したんですけど、いや、これがね、なかなかコスパはいいですよ。まあ、言っちゃえばやっぱり、競馬場のご飯って、ちょっと割高というか、
そんな印象を受けてたんですけど、まあ、映画館価格というかね。ただここのタンメンは、いやむしろ他では食べられない安さなんじゃないかなっていうふうに思いましたね。結構具材がね、肉に野菜に乗って、そして麺もあれ本当思ってた以上にこの下にね埋もれてて、それで700円ピッターですからね。これはですね、いや他より安いと思いましたよ。食べたことある後楽園の野菜タンメン730円よりは、いや明らかにこちらの方が食べ応えがあったような気しましたね。まあちょっとここはね賛否あるかもしれないんですけど、まあ普通に美味しかったですね。あの家系ラーメンみたいな感じで、トッピングもニンニクとかコチュジャンとか塩コショウとかも自由に自分で取れまくれまして、いや正直言ってもう大満足でしたね。意外とアクセスもね東京から一駅とかで行けちゃいますし、いやちょっと個人的には好きな競馬場ランキング上位トップ3には入るぐらいの雰囲気とサービスだったかなと。結果は残念でしたけど、レジャーとしてはね、いや行ってよかったなっていう風にすごく思いました。ということでね、まあいろんな Vlog 要素も含めて語らせていただきました。まあこうやってね、やっぱ一口話の相場をいろんな競馬場にね応援しに行くっていうのも、いや楽しみの一つですよ。いい旅行のね一つのきっかけになるんでね、もちろんね勝利を確して見に行って負けた時の帰る時の気持ちっていうのはね厳しいものありますけど、まあだからこそね、こうそれ以外にいいことを見つけるというか、そこの土地に行ってね雰囲気を楽しんだり、お土産買ったりね、あくまでこれだけじゃなく旅行のね意味もあるんだっていうのをね私は心がけて行っております。まあ買ってやっぱ10分の1の世界ですから、なかなかそればかりね執着するっていうのはちょっと確率的にね厳しいものがありますから、まあぜひですね女子馬を重ねていってですね、まあ目指せ全競馬場制覇ということで、いろいろ頑張っていきたいなと思います。改めてになりますが、応援ありがとうございました。しかしでも参考になったダルシーです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。